きなりなんかここにチャック・アンドリュースの112って書いてあるワイメアガンですね。すごいな。これイズキル・ラウの板ですね。イズキル・ラウの板すげえなボリューム。これはこの間なくなったベン・アイパのシェイプ、バロン・マミアの板ですね。でっかいな板。これ多分イタロ・フェレーラの板ですね。グリフィン・コラピントとかリッチー・コリンズのサーフボードって書いてある。ミーア・コリンズの板。リッチー・コリンズって昔超有名だったサーファーがいるんだけど、その人のブランドもあったり。これはスチュアート・ケネディって板ですね。ファイヤーワイヤー、これ僕がこの間乗ってたダニエル・トムソンの板ですね。こういうのも一時流行ったよね。この某ブランドが同じような板出してましたもんね。まあ某ブランドってまあ僕の身内なんですけどね。僕の お父さんのお父さんこれとかなんか渋くないよこれ。おお、本当だ。デカナミ用なんですか。そうそうそう。なんか これやばいのあったじゃん。これシングルフィル。ほら、これやばいな。これでサンセットとか言ってたらめちゃくちゃかっこよくないですか。綺麗。懐かしい。懐かしいっていうか、僕がこれ全然生まれる前の板ですけどね。ブルーハワイ、グレン・ミナミのロゴがこれですからね。誰の板？ブルーハワイって昔マーティン・ポッターとか、それこそ大野真央さんなんかも昔ブルーハワイ乗ってましたよね。サニー・ガルシアもブルーハワイだったな。そう、ブルーハワイはねすごい有名なブランド。これうちの千葉の実家の近くのああいうスポーツ用品店みたいなとこ、地元のスポーツ用品店みたいなとこで9000円ぐらいで売ってた。こういう型の板はちょっと高いですよね。550ドル。これな、はい、これね、丸いの、丸いってあるじゃないですか日本に、はい、丸い、あの丸いがパイプラインマスターズ冠でやってたことあって、でこのパイプラインマスターズの後に丸いが千葉に行ったんですね。日本で試合をやるようになったんだけど、当時の ASP の一番最初のロゴです。今の WSL の最初のロゴ、トリプルクラウンドのこのロゴ超懐かしいし、これ超レアですよこのポスター。確かね89年とか90年ぐらいまでやってたんじゃないかな。すげえな。うん、91年ぐらいからヘバラになったんですよ千葉の。そうそうそう、めちゃくちゃレアです。サーフボードよりこっちにストークして、これ売ってるもん、ほら99ドル。たっけ。この辺来るとなんか怪しげな板がいっぱいあるけど、すごいねこのゾーンは。なんかボンザーとか、ボンザー、これあれじゃん、キャンベルブラザーズじゃん。今日僕キャンベルブラザーズのあのチャネルアイランズのあの持ってきたんだけど。本当ですか。同じ見て、折りたためる板だ。あ、そういうことか。そうそうそう、熱が入ってて折りたたみで。すごいねこの辺に来るとちょっと長めのガンって感じですね。うわっ、アラン・バーン、アラン・バーンさんってもう亡くなっちゃったんだよ確かに。よく日本でも四国とかでサーフィンしてたような人。チャンネルのボードがすごい有名ですよ。ほらこれ、これアラン・バーンと言ったらもうこのシックスチャンネル。そうそうそう。チャンネルっていうのは
その、うん、何板 の, その水の抵抗をなくすっていう意味なんですか。水の抵抗をなくして、だから水の流れを良くするってことですよね。要するに早いってこと。早いです。だから2個前ぐらいのエピソード、うん、ロッキーでレオちゃんとやった時に、夕方僕が乗ってた板、2セッション目で乗ってた板が、はい、ティミー・パターソンの、まあ、チャンネルが入ってる板なんですけど、すごい早かったもんね。ボトムからトップに急に切り返しをしたい時に、やっぱチャンネルがある分、なかなかこう即時に切りか、ボードの角度が切り替わんないっていうのがちょっと難点ではあるんだけど、難点も補うぐらい、そのこの直進性というか水の抜けがいいから、すんごい速い。一回スピードに乗っちゃうとめちゃめちゃ速い。見て、スティーブ・ボイセン、懐かしい。スティーブ・ボイセンって僕がサーフィン始めた時に日本ですごい流行ってたの。紫スポーツが確かやってたのかな。アメリカのシェイパーですか。アメリカのシェイパー、オーシャンサイドかな。そう、スティーブ・ボイセン、ジャスティン・ポストンとか、ベン・ブルジョアとか、僕らよりも一回り上の、ベン・ブルジョアはそんなに行ってないと思うけど、ぐらいのサーファーがよく乗ってて、僕もね2本ぐらいオーダーしたことあるかな、前に。うわ懐かしいって分かってる人がいるはず、絶対。あれ、ちょっと来てください。これもしかしてファイトキーノ。あ、ファイトキーノですか。これファイトキーノボードですよ。ファイトキーノ売るのにちゃんとワックス剥がしてないっていう。ファイトキーノその辺ちゃんとしましょう的な。性格が出るってやつですね。性格が出る。そん中も確か入っていいっすよ。こん中結構やべえなっていう、多分。あ、ファイトキーノの板ここにもあった。マジで。RM リカルド・マーティンかな。折れてるもんだって。そう、ちょっと自分で手直しが必要だとか必要な板ね。壊れてもあれしない板とかだよね。こういうの買ってやったらなんか面白くない。いや、思います思いますね。そう、気になるとしたらサーフ&シーっていう感じ。あ、コカ・コーラとセブンイレブンですかね。ローカルモーションですかね。これで一生、その当時だったら一生食っていたんじゃないですか。間違いないですね。1000万じゃ一生食っていけないけど、ある程度は儲けられますよね。そうだって、コカ・コーラ、セブンイレブンだったらもっと1000万以上出そうよって話だけど。そうですね。どうでした？いや、掘り出し物ありますね。正直その、まあ、掘り出し物っていうぐらいだから全部が全部いい板なわけじゃないけど、こういうのとかこれが僕の中では一番ヒットかな、うん、でこういう板がいっぱいあってもっと安く売ってればいいかな。ちょっと550だからちょっと手出したくないかな。お店のためになること言いましょう。正直意見を言い過ぎた。日本から来る人がここ来れば面白いと思いますね。そうですね、絶対面白いと思う。で、こういう風にさ、うん、ま、今回そんなにないかもしれないけど、イズキル・ラウとかバロン・マミヤの板とかが結構いい程度で売ってるから、うんうん、おすすめだと思います。そういうプロが乗ってるアルメリックなんかも、あれはゼイクの板はブリッドメリックがちゃんと削ってるから、うん、だからそういう、なんだろう、アルメリックのお店行っても違うシェーパーが削ってる場合がもうほとんどなので、ブリックの板が欲しかったらここに来て
あとクリス・ギャラガーのいたバロンが乗ったクリス・ギャラガーとかグレーン・パングとかケミストリーとかあるから、まあ、そういうのはすごいいいんじゃないですかね、うん、と思います。うん、はい、まあこういうとこ来てさっき言ったようにボードを調達するっていうのは面白いかもしれないので、もしよかったらユーズドボードハワイ、ユーズドサーフボードハワイ、うん、ぜひ、来てみてはいかがでしょうか。ちなみにこれ宣伝とか別に頼まれてるわけじゃなくて自分たちが勝手に、ね、そう自分たちで勝手に来て撮影させてもらってるのに、うん、もらってるからこういう風に撮ってるっていうだけで、別に宣伝でもスポンサーでも何でもない。ただこういうところに来て僕がやったボード、この間やったボードのインプレッションじゃないけど、なんかそれになりそうな板があればいいなと思ったんですけど、結構やっぱね、でもありそうはありそうなんだけど、ちょっとって感じ、ちょっと、うん、でもまたじゃあ来てみましょう。そうですね、また来てみます、うんうんうん、ということ です。それじゃそれじゃさよなら。さよなら。